1867年の夫をンゲンガスエンジン。カール・オイゲン・ランゲンはガソリンエンジン及びブッパーとあるモノレールの開発に関与したドイツの企業家、技術者及び発明家である。カール・スルーエ工科大学にて豊富な技術訓練を受けた後、1857年により父親のヨハニ・アーコブ・ランゲンが経営する製陶工場である JJ ・ランゲンゾーネで働いていた。 ランゲンは1864年にニコラウス・アウグスト・オットーと出会うこととなる。オットーはベルギーのエティエンヌ・ルノアールによって考案されたガスエンジンの改良に取り組んでいた。技術訓練されたランゲンはオットーの開発力の高さを知り、集会の1ヶ月後に世界初のエンジン工場であるなオットーシーを設立した。彼らの改良型エンジンは1867年に 開催されたパリ万国博覧会にてグランプリを受賞した。最初のエンジン工場が倒産した後、ランゲンはガスエンジン製造のための新会社、ドゥーツガスエンジン工場を設立しており、後にクレックナーフンボルトドゥーツグループとなった。これは今日のドゥーツ AG となっている。ランゲンは KHD 工場において新たな生産方法を考案し、かつ実施した。 鉄道輸送設備の分野では、ランゲンは、ケルンの車両製作所、ワゴンファブリック、バンデア・キシポンシャルリエの共同所有者を呼び、技術者であった。ランゲンは、1894年により、懸垂鉄道システムである、ブッパータールモノレールの開発に取り掛かっている。ありがとうございます。